デコこと、アンデルソン・ルイス・デ・ソーザは、ブラジル連邦共和国サンパウロ州サンベルナルドド、カンポ出身の元ポルトガル代表の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。引退後は、リツーレイ・スポーツという会社を設立して、代理人業を行っており、クライアントには、ジェジエウ、ジョアン・シミッチらがいる。ブラジルでは目立った存在ではなく、19歳の時に、 ポルトガルへ渡ってから才能が開花した。1997年、ポルトガルの強豪、SL ベンフィカに入団するが即座に2部リーグのアルベルカにレンタルされる。ここで32試合に出場し13得点を挙げる活躍を見せ、このままベンフィカに復帰するのではと思われたが、翌1998年は一部のサルゲーロスへ移籍。 ここでも活躍を見せるとこのシーズン途中に FC ポルトに引き抜かれ完全移籍する。ポルトでも質の高いプレーを見せていたがチームはデコの移籍初年度の1998から99シーズンを最後にリーグ優勝を果たせずにいた。しかし迎えた2002から03シーズン監督にジョゼモーリーニョが就任するとリカルド・カルバーリョ、パウロ・フェレーラ、 マニシェラのポルトガル代表選手と共に、デコは以前にも増してその本領を発揮、見事にリーグ優勝を決め、欧州の舞台でも UEFA カップのセース会進撃を支えた。翌2003から04シーズンには UEFA チャンピオンズリーグでは決勝の AS、モナコ戦でリードを広げるゴールを決め、優勝に貢献、UEFA チャンピオンズリーグ MVP を受賞した。 2004年末の移籍史上では、リカルド・クアレスマとのトレードで、FC バルセロナに移籍。ロナウジーニョラスター選手に囲まれながらも、バルセロナの心臓、と呼ばれ活躍し、2004から05シーズンは38試合中35試合に出場し、リーグ優勝に貢献。9月14日、チャンピオンズリーグのグループステージ、セルティック FC 戦で移籍後初ゴールを決め、 10月16日、第7節のエスパニョール戦でラリーが初ゴールを決めた。2005から06シーズンは、リーグ連覇に加え、自身2度目となる UEFA、チャンピオンズリーグ優勝を達成。FIFA クラブワールドカップ2006では、決勝で SC インテルナショナルに敗れるも、同大会の MVP に選ばれる活躍を果たした。しかし、その後は、 自身の負傷やアンドレス・イニエスタの台頭もあって、出場機会が減少していった。2007から08シーズン終了後、FC バルセロナの新監督に就任した、ジョゼップ・グアルディオラから構想外を宣伝され、ポルトガル代表での恩師であるルイス・フェリペ・スコラーリが、監督に就任した、チェルシー FC へ移籍金800万ポンドで移籍。 2008から09シーズンのリーグ開幕戦である、ポーツマス FC 戦でデビューし、その試合でアシストを決めただけでなく、ミドルシュートを決めて、プレミアリーグ初得点も挙げた。しかしその後、スコラーリが解任されて、フース・ヒディンクが監督に就任すると出場機会を失っていき、2009年夏の移籍市場ではインテルなどへの移籍が注目されるも残留。しかし、 2009から10シーズンは新監督に就任したカルロアンチェロッティによりトップ下のポジションを得てプレーした。チェルシー対談後はブラジルのフルミネンセ FC でプレー2013年8月に現役引退を発表した。ワールドカップ予選圧倒的なテクニックと想像力豊かなプレーを披露するデコに目をつけていたルイス・フェリペス・コラーリは ポルトガル代表監督になると同時に、デコにポルトガル国籍取得を要請し、デコはポルトガルに帰化する。そしてポルトガル代表に選出されたが、当初は、中心選手のルイス・フィーゴや、マニュエル・ルイ・コスタから猛反発を受けてしまう。そのような状況下で2003年3月29日、ついに代表デビュー。相手はくしくも生まれ故郷のブラジル。この試合は、 ポルトのエスタジオダスアンタスで行われ、デコは、後半15分に途中出場して決勝点を挙げ、ポルトガルが2-1で勝利を収めた。彼の活躍が、対ブラジル戦37年振りの勝利につながり、1日で、チームメイトや、国民の信頼を確立した。その後は、ユーロ2004にも出場。開幕戦のギリシャ戦で後半から出場した後は、 全試合に先発出場し、ポルトガルジュニー賞に貢献した。2006フィ f ファワールドカップでは、怪我のため初戦のアンゴラ戦を欠場したものの、2戦目のイラン戦で、先発出場すると決勝点となる、ミドルシュートを豪快に決め、ポルトガルの40年ぶりの決勝トーナメント進出に貢献したが、オランダ戦では退場処分を受けている。大会を通じて、 らしさは見せたものの、やや精細を欠いた。2010FIFA ワールドカップ限りで、代表引退を発表した。チェルシーでのデコハット ABC、デコオールゴールズ。www.transfermarkt.com https://www.transfermarkt.com スラッシュデコスラッシュ a l l e t o r e スラッシュ spieler スラッシュ85642020年6月17日閲覧。Boy: デコが、プレミアデビュー戦でいきなり決めた衝撃の弾丸ミドル、ファ <restart goals. S 2> <g> ーストゴー,ールズ。news.goo.ne.jp https://news.goo.ne.jp/.article/.ultrasoccer/.sports/.ultrasoccer-378027.html2020、er、年6月17日閲覧。ファーディナンドも、絶賛の香川。元ポルトガル代表。 デコが引退を表明ゴール2013年8月27日。ありがとうございます。